カナダ空軍はカナダ軍における航空兵力部門。1975年に統合軍であるカナダ軍が設立され、これまで独立した空軍組織だったものが統合軍として統合された。王立カナダ軍において各種航空機を運用している組織であり戦闘機、輸送機、対戦哨戒機、ヘリコプターなどを運用している。任務として 北アメリカ航空宇宙防衛司令部と協力しての本土防空や輸送支援、洋上紹介、捜索救難などを行っている。イギリス軍と同じく固定翼紹介機の運用は海軍ではなく空軍が担当する。カナダにおいて航空兵力が運用され始めたのは1909年のことである。1924年に独立軍種の王立カナダ空軍に発展している。 第二次世界大戦時には、連合国軍の部隊として、欧州及び太平洋戦域に投入されている。東西冷戦期には、旧西ドイツ等に兵力を派遣しており、朝鮮戦争にも参加している。1968年にカナダ3軍を統合し、統合軍であるカナダ軍が編成され、その中で、防空軍団や航空輸送軍団、洋上航空軍、 訓練軍団などが航空兵力の部隊であった。1975年に航空兵力を一元的に統括する部門が再改編により設置され、カナダ軍の航空兵力部門となった。カナダ空軍は13個航空団にて兵力が編成されている。作戦式場実戦部隊は第1カナダ航空師団にまとめられ、司令官は ノラドのカナダ管区司令官も兼務している。また、教育部隊は主に2009年に設立された第2、カナダ航空師団の指揮下にある。2011年8月16日に、英語名称は、カナディアンフォーセスエアーコマンドより、ロイヤルカナディアンエアーフォースに戻されている。ウィニペグガンダー・キングストングースベーグリーンウッド、コモックス・コールドレイク・シェアウォーター・トレントン・ノースベー。 バゴットビルボーデンムース上カナダ空軍主要基地独自の識別コードを使用しているが、基本な10日米国製造の航空機を使用。最高司令官士官下士官、兵。ありがとうございます。